安倍総理はあす行う沖縄県の小長知事との会談に先立ち普天間基地の固定化は絶対に避けなければならないと述べ辺野古への移設の方針は変わらないことを強調しましまた。沖縄の負担軽減を目に見える形で実践するという政府の取り組みについてご理解をいただけるように丁寧に説明を行っていく考えであります。 また安倍総理は沖縄の声に耳を傾けると述べて対話の姿勢を示しました辺野古への移設をめぐっては政府が工事を今月10日から1ヶ月間中断し沖縄県と集中的に協議を行いますただ辺野古移設が唯一の解決策だという政府の方針は変わらず安倍総理は明日の小長知事との会談でも改めて移設への協力を要請する考えです